今日はサウスポーと大曽の試合、本日の第6試合引退国際戦62キロ契約3回戦を行います。赤コーナージャパンライト級1ビクトリーチーム所属ムーカービクトリーチーム所属ムガ、青コーナー元ルビースタジアムフライ級5位大国チャラペット GT チーム、超ベテランサウスポー名体戦士42歳チャラペット GT ジム、62キロ契約の一戦です。だいぶ身長差ありますね。ありますね。はい、まあ、相手を表してムガ選手はザ・サウスポースタイルという話をしていました。まあ、サウスポーの名体選手は本当に懐の使い方うまいですからね。うまいですね。本当にうまいと思います。はい、しかもチャナメット本当に大ベテランですからね。そうですね。はい、まあ、今後戦いたい選手にチャラペット選手は長澤サムエル選手の名前を挙げて、まあ、日本で優秀の美を飾りたいというふうに言ってますからね。はい、タイトルマッチまで持っていきたいのかもしれないですね。はい、まあ、そういった意味ではこの無我戦本当に取りたいというそういった試合、第1ラウンドがスタートしています。本当にこのムエタイファイターというのは最初はスローペースでこうやって見ていて、そこからボンとくるというイメージです。ローキックを打っていきますムガ。まあ、ムガ選手の魅力っていうのはどういったところに布施さん感じていらっしゃいますか？やっぱりあれですね、はい、まあ、今回62キロでやってますけども、まあ、ライト級戦線でまあこのだけの身長とリーチを生かした戦いができるというところですよね。はい、まあ、ですからある意味この喧嘩打つで距離のねどういう接し方をするかというね対決にもなっています。右のストレートロー枠を切りました。今度はローインロー当たっています。左のジャブをついていくムガ、立ち上がり1分を経過しました。まあ、どちらかというとおそらくはチャラペット選手の方がスロースターターかと思いますが、序盤、はい、このムガ選手の入りいかがでしょうか？いや、いいと思いますね。はい、非常に細かいフェイントをかけながら攻撃仕掛けてますね。はい、ローキックを打っていきますムガ。お、右ミドル、いいミドルだ。まさにサウスポームエタイファイターの左ミドル、ローキック、左のジャブを細かく突きながらムガ様子を見ます。ロキック、ちょっとあの左ミドルが一発当たったことで少し変わりました。ちょっと流れといいますか空気が変わりましたよね。はい、はい、八幡は結構手数も多く無が入っていたんですが、はい、はい、ロキック、打っていきます。あ、だいぶあれですね、左足ムガ内側が赤くなってきました。はい、ミドルへボディミドル、そして切れ足勝ちから前に来た。だんだんとチャナメットがリズムに乗ってきましたね。そうですね、まあ、まさにこのムエタイのサウスポーというそういった試合になってきました。この流れをムガがどう変えていくか。第1ラウンド終了しました。この1ラウンドはいかがだったでしょうか？いやー、本当中盤まではね、ムガ選手が細かいフェイント仕掛けて、まあ、もうこのラウンドでもう試合のペース握っちゃうのかなと思いましたら、はい、チャナペットがミドルキックで中盤以降盛り返しましたね。そうですね、本当にイーブンのラウンドだったと思います。はい、改めて両者の、プロフィールをご紹介させていただきます。赤がムガ、ビクトリージムの所属です。ジャパンキックライト級1位、ここまで15戦戦って9勝4つのノックアウト4敗2分けという戦績です。
一方の青コーナーチャラペット GT ジム、こちらはタイスリン県の出身、元ルンピニー二大殿堂の一つルンピニーの認定フライ級5位です。 GT ジムの所属、現在42歳の超ベテランファイターは55勝15敗10分け80戦のキャリアを持っています。第2ラウンドがスタートをしました。ロキック強いローですね、お左入っていくミドルへつなげていきましたチャラペット。僕はどんどん返していきたいですけどね。そうですね、左へ、そしてボディー、突き上げるような左が来ました。そして詰めていくボヤ、ミドルまでつなげた。チャラペット身長差リーチ差関係ないですね。はい、これはもうその中に入れてるっていうことなんですか。そうですね、はい、自分の距離をもうちゃんと制してますね。ここもしっかりとミドル当たる距離です。ボディさあ前に行きます。でムガは何回かボディは出していますですね、はい、左のジャブダブルついてローキックの応酬、そこから詰める左、だいぶチャラペットが追ってくるようになりましたね。そうですね、はい、ここもそう1回止めていきます。どうでしょう、ムガ選手はこのチャラペットの流れを今止められている状況なのか否か。そうですね、はい、ちょっとチャラペットに何か怖さを植え付けたいですよね。はい、やっぱりまだ突進を止めるようなものはないということですね。ないですね、はい、大ボディ、何回かこのボディは当たってはいます。ただ前にはまだ来ます。チャラペットが効いた素振りを全く見せないですからね。そうですね、ミドル打っていきます。まあ、42歳ですが本当にもう鋼のような肉体をしていまして、いやまさにブルファイターですね。ですね、はい、ボディから上ミドル、イランの残り1分、いやかなり青コーナーサイドが沸いていますけれども、この流れをムがどう変えるか。首相撲の展開はどうでしょう。細かくコツコツと膝を打っていきます。いやチャラペットうまい。そのあたりどうこうに感じましたか。いややっぱり首の位置と、はい、自分で自らスペースを作ってちゃんと膝蹴り打つスペースを作ってますからね。そうですね、はい、まあ、上手ではね相手の方が圧倒的に上なんですけれども、ここもね本当にムガはなかなかうまくいかないなって感じですもんね。完全にペース握られてますねムガはね、はい、アッパーから行きますが、ここもしっかりと組んでの膝。第2ラウンド終了しました。この2ラウンドはいかがでしょうか。いやー2ラウンドは完全にチャナペットのラウンドだったんじゃないですかね。はい、はい、まあ、より何か首相撲の展開でも優位に立ってますよね。そうですね、もう完全にムガの懐入って、はい、あのムガをコントロールしてた感がありましたね。さて少し追い込まれた感のあるムガ選手ですけれども、何かきっかけ流れをつかむとするとどういったところでしょうか。いやもうまずはあれ本当にあれです、チャナペット突き放して、はい、自分の距離を作って反撃するしかないでしょうね、はい、何回かボディは打ってはいるもののまだ止まってはいませんよね。そうですね、これどう考えたらいいでしょう。他の選択肢をするべきか、それともそれを徹底ボディするべきか。いや残り1ラウンドしかないんで、はい、あとはもう自分を信じるしかないんじゃないですかね、はい、まあ、とにかく長澤サメールの名前を挙げて戦いたいというふうに言っているチャラペット、まあ、その言葉通りの試合をここまでは展開しています。左、さあこの一発から流れ変わるかどうか。でも前に行きますチャラペット、肘組んでいきます。でも膝を突き刺しているチャラペット、まさにムエタイの戦い方ですね。はい、ロキックローアット、バランスを崩しました。ロキック、ただ足を払うようなローはあります。そしてミドルでつなげる、
ボディロー打っていきます。チャラペット、ムガとしてはなんとか流れ変えたいんですが、さあこの首相撲、ボディー、ボディーから左へつなぎました。ムガ、ムガも必死ですね。はい、あ、左、左が当たった。モンドリュって倒れました。ちょっと効いてるんじゃないですか。一瞬棒立ちになりましたからね。そうですね、至近距離の左でしたね。はい、ボディーから上、チャンスを迎える。さあここで2ポイントを取って、あ、右、あ、まとめる、これチャンスだ。ムガ止めた。最後の最後ひっくり返したムガ。大逆転ですね。ですね、ショートの左からでした、はい、かなり正直追い込まれていたと思うんですが、ちょうど近い距離のところでしたよね、あのパンチ。そうですね、ちょっと意外でした ね。近い距離から、ね、相手を倒せるパンチが出せるとは。はい、まあ、もちろんもともとパンチ力は素晴らしいものを持っている選手ではありましたけれども、はい、あの展開、しかも倒れ方がね、いや、やばかったですね。はい、完全に効いた倒れ方でしたからね、足が揃って後ろへ速攻しましたもんね、はい。さあムガ、本当に素晴らしい試合でした。改めてムガ選手に対して今後の期待感をお願いします。いや、もう2ラウンドまで、うわ、判定でも間違いなくもうチャナペットに持っていかれるって流れを、はい、3ラウンドによく断ち切りましたよね。そうですね、はい、本当に素晴らしい勝利でした。ムガが逆転の3ラウンド1分29秒テクニカルナックアウト勝利を飾っています。